それでは参ります。会計3回生同期のみんなへ。あなたは初めて会った日のことを覚えていますか？直接出会うことができなくて画面越しで顔を合わせる日を長く続けたよね。そんな当たり前じゃない日から当たり前の日々を取り戻すまでをつないできた私たちの今の姿を見せろ。眠れる獅子よ、いざ目を覚ますとき。踊りんちゅ2023赤字町。この広い世界で出会えたあの日のことを覚えていますか？当たり前が当たり前じゃない、そんな時代でした。閉じ込められた世界で見るあなたは今よりも少し大人くておとなしかった。そんな始まりが良かったのかもしれない。この広い世界で出会えた、出会えた冬の時、会えることが幸せで、踊れることが楽しくて、あなたの頭はドリンチでした。今ある時間をがむしゃらにまた来る未来に思い馳せ、無限の愛で溢れている幸せはいつもすぐそこに。乗り越えてきた。私たちには一人一人チームで叶えたい夢があった。それを分かち合い語り合う時は何よりも幸せな時間で、みんなが誇りに思えた。思いが強いからこそぶつかることもたくさんあった。投げ出したくなる時もあった。そのまま離れたいと思うこともあった。でもみんながドリンクのことが大好きだったから今日まで一緒に頑張ってこれた。理想と期待が詰まった13代目。あなたの希望はどこにある？失敗し挫折する中で泣いたってよかった、立ち止まったってよかったんだ。だってどれも夢を叶えるために必要だったから。多くの成功も掴み取った。みんなが叶えた夢の数々、とうに忘れる景色の数々、
ましょう。ありがとうございます。学生よさこいチーム踊りんちゅの皆さんでした。